ティーチャーヤマトの日音エクストHey everyone, my name is Yamato Ikusa, prep school teacher, singer, songwriter from Omasa, Vivito, Rotaka! ということで始まりました。ティーチャーヤマトの日音エクストークでございます。アシスタントはオカピーです。よろしく。私は何を言っていたのだろうか。にゃっとほほ。まあいいや。何のキャラやねこれ。はい、もう一回言わせていただきますと、シンガーソングライター、ティーチャーのヤマトエクススターという、大阪出身湘南在住、東京経由の湘南在住の予備校講師シンガーソングライターと申しますということを言おうとしてたらぐちゃぐちゃっと、ね、8月末でございますよ、ね、もう8月の疲れが出てきてるんですよ、どんどんね、今年はね、それで予備校で言うとね、やっぱり小中高生みんなね、やっぱり夏休みが短い、うん、そうか、そうですよね、こんな年があるんだろうかって感じでね、逆に言うとこの年、今年だけで終わってほしいよね。そうですね、これごちゃ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 だらだら続いてさ、うん、来年まで引きずったらもう最悪やぞ、って思うんですけどね。どうですかそちらは。いやね、9月からの始まりになるみたいな話も出てるじゃないですか。何が、その学校とか9月、あれ10月でしたっけ、4月始まりじゃなくてみたいな。ああそっちの話か、はい、ああ今回は8月から始まってるけどな、夏休み明けはね、夏休みが短いから、うんうん、20何日までで終わりとかいうことでね。そうで、まあいいや、それで、ああそれは学区の、学年の、ヨーロッパに合わせるかどうかっていう話ね、はい、はいはいはい、それででね、そうなると、うんうん、やっぱ世の中全部なんかずらし込まないといけなくなったりとか、ね、それでなんか本来今やるべきことをまた一旦置いといてみたいな形になってしまうのかなっていうのが、だからそれをもう今年やるべきじゃないよね、そういう大改革今年やってる場合じゃないよね。そうですね、 GoTo キャンペーンも先月ぐらいもう大問題になってたけど、なんかもうずれ、そのタイムラグがあるよね、うん、うん、うちのラジオみたいに、こらこらこらそんなこと言うなよ。まあね、今日は8月30日ですよ、ほんまにね、はい、いやいやいや、まあでもね、そうやね、まあ欧米に合わせるっていうのはちょっとどうかと思うけどね、まあせっかくね、なんか桜の下で別れてとかいう話がね、もうなくなってしまうわけだからね、これ寂しいな。まあそのそれこそね、今言ってくれたみたいに、その制度改革みたいなんてあるじゃないですか、それで言うとね、まあ私たちのその生活にね直結しているところでもいろいろ変わっていってるじゃないですか、この 1、2ヶ月。例えばの話で言うと、7月1日からはいビニール袋有料になりました。ああ、なりましたね、あれはもう、あれはどうですか、あれは払ってしまったことはある？ああ、ないです。俺もないね、ギリギリないね、なんかの似たようなもんでこう対応したりとか、そう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 、なんかその悔しいやん、そこ。うん、わかります。しかもね、あれは悔しいっていうのはお金がもったいないっていうだけじゃなくて、エコのこと、地球のことを考えても買わない方がいいわけでしょう。そうですね、だから二重にあれは買わないことがやっぱりいいわけじゃないですか、だからあれは俺はぶっちゃけめんどくさいことはあったよ、忘れてて、でも大賛成なんです、あれは地球を守るために大事じゃないかなって。やっぱりお金が絡んでこないとね、人間動かないこと多いから、それはいいなと思うね、俺ビニール袋の話でまたこれ飛び火の飛び火で喋っていくねんけどいつも通りな、こらいや俺昔ね、子供の時にスーパーのその袋あるやんか、はい、あそこにはスーパーの袋の持つ取っ手の丸、輪っかが2個あるのと、その対角線みたいなところに紐がピロンってついてるやん、あ、はい、
結ぶやつ、あそこにひらがなで書いてあったんですよ、文字が。子供の頃見てんけど、はい、そしたら結んでくだちって書いてあるんですよ結んでくだちって書いてあるんですよかわいい俺子供の頃にさ、え、もう日本語覚えてるからさ、え、どういう意味なんだろう、結んでくだちって思ったのよ、うん、あれ裏返しになってたらさ、はあ、さーとちーがね一緒の文字違う、うん、そう読み間違えるのよ。裏返しに見ててもムーはムーやんか、はい、ムーの裏返しやんか、ところがサーはチーになるんですよ。そうだね、くっついてるから。そうやね、くっついてるやつサーはね、うん、そうなんよ。ほんで、あ、そうなんやって思ったという話やけどね、うん、こないだね、江ノ島のね、はい、入り口のところちょっとまあちょっと近場やねんけど田んぼをしてたんですよ、うん、そしたら上りに知事へ焼きぼつって書いてあるんですよ。なんじゃそら知事へ焼きぼつって書いてあるんですよ。え、なんやろ知事へ焼きぼつってと思ったら、うん、サザエつぼ焼きやったんですよそうサザエ、サザエか、知事へ焼きぼつってもうしっかり書いてあるから何が焼きぼつやねんとか焼きぼつってのはまたそう、ほんまに書いたって、もうこれまた写真出しますけどね。そうなんですよ、まあまあそんなことでねございまして、曲の時間です、どうぞ。焼きつく肌を重ねて思い出閉じ込める、もう二度と戻らないこの夏をお前と抱きしめる、ふざけたノリで誘ってプロメナー、狙い定めてトリガー、乾いた喉に注ぐカフェラテ、熱く焦がしてバムズ、フラッシュ眩しい生足、そうセクシーガール、ギラギラ太陽が弾けそうな胸の谷間へと突き刺さうよ、ブリゴー、このままずっとマイパシフィック、誰より好きだから、きらめく波打ち際のサマーブリーズ、かわいいスピンのエンジン、二人で寝転んでナフィロンブビーチ、早く目覚めムチョン、スプラッシュ濡れたトウォルの匂いが懐かしかったから、涙を流してストリートレメディー、分かってくれるでしょう、小さい才能のに Why so USA、 くすまらずの恋だから、回線。はい、お聴きいただいておりますのが私のフォースアルバムロックから Pacific でございます。この曲を含め、ヤマト X さんの全曲は Amazon、Apple、iTunes、Google Play、Spotify、レコジョクディヒッツ、LINE ミュージック、YouTube ほか、サブスクリプション全30社以上で定額無料でお聴きいただけます。ということでございまして、はい、ありがとうございます。まあそんな感じでね、何笑ってんねん、まあ、いろいろね、考えたんですね。はい、ということでございまして、なんかふわふわ笑ってるな。まあいいや、いろんなことでね。あるんでしょう。さあ、まあそれでね、いろいろまあその知事焼きぼつじゃないけどもね、うん、なんかこう街にあるその看板みたいなのね、うん、とかまあそういうので変なのって結構あってね、はい、俺すぐ見つけてしまうねんけど、うん、昔やけどちょっと前ね、はい、だいぶ前かな、何年も前に、うん、金沢に行ったんです。金沢に、はい、うん、1ヶ月半ぐらいちょっとなんか旅行気分でなんか仕事しながらも行ってたような気がして、うん、で金沢のね、まあ、内灘っていう、まあ、近場の海があるんですよ、はい、でそれの近くに行った時にね、まあ、スーパーちっこめの、まあ、地元でやってるんかなぐらいのスーパーがあって、うん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 、そこにデカデカと毎日がお買い得って書いてあるんですよ。お閉まってるんですよ
買い得、毎日がお買い得で、しまってたらあかんやん。あ、毎日も休みたかったのかな。いや、痛い日あったんだよな。あ、どうなんやろ。俺そこちょっと突っ込んでしまうんだけど、ついパシャリ写真を画質の悪い写真でございますけどもね、撮ってしまったというあとね、この間ね、まあ、地元ですよ、うん、店に入ろうとね、はい、車で行ってパーキングに、うん、止めたんですよ、はい、店のパーキングですよ、はい、で止めたら、まあ、後ろにこう車 の、 あの、うん、車止め、車輪止め、車止めがあるよね、はい、あそこで、まあ、止めて、うん、ほんで降りてふっと見たら、はい、もう車止めにちゃんとギリギリ当たってるんだけど、うん、もちろんこうタイヤよりはその車体は後ろまであるわけやんか、はい、トランクのところが ね、 そ、 うね、うん、そこのギリギリのところに鉄杭が立ってるんですよ。でもう2センチとかやねん。で見たらね、はい、そこに後方注意って書いてあんねん。お前がどけろよお前がどけろよ、ほんま危ない。お前が犯人やちゃう。確かにだってさ、後方注意ってお前やん。しかもね、こいつもともと必要な杭ちゃうねん、うん、その後ろになんかあの隣の隣接するその敷地の壁みたいなのがあってね、はいはいはい、そこにぶつかるなみたいな感じで置いてやがんねん、うん、お前が一番危険やわほんま怖ちゃうほんなん、うん、なんかそれ、うん、なあ、なんかやられるな。いや、ほんま、誰かもぶつけた人おるんちゃうかちゃう、うん、ほんまに後方注意言う前にお前がどけろよ話でなほんま、そんなん言った人もあるよ。ガードマンでさ、はい、ピピピって、お前が邪魔やねん言う時あるけどね、あるやろ。お前が邪魔してるから、お前いなかったらみんなあの安全に行けるからっていう時があんねんけど、でピッとかやかましちゃういう感じのやつ、歩道におれやって、もうそこいるなよっていうとこあんねんけど、ほんでお前そこにいるなよ思ったら、こうあの機械がくるくる回ってるやつか、人ちゃうやんお前いうやつね。あれも騙された気分になんねんけど、そんなに言うけど、あとね、ちょっと前、これもうすぐちょい前ですよ、うん、何ヶ月か、2、3ヶ月前に千葉のね、はい、まあ、九十九里にちょっと行ったんですよ、はい、そしたら、駅前に、うん、まあ、バス停のとこやんやけど、はい、ここはバス停です、できません、うん、って書いてあるんですよ。何が、何がここはバス停です、できません、何がなるよね。なる。ほんで近づいていったら、それは黒い字で、はい、赤い文字で、あ、インク飛んでんねん、駐停車って書いてあるんだよ。何がやねんっていう。確かに赤いとこだけね抜けるんよな、あれインクがな、飛ぶんよ。そこなんか適当な文字入れたくなってしまって、ほんまにもう入れてしまおうかなぐらいの感じだったけど、まあ入れると、あのアツコっていう、あの美容室の通のカタカナの真ん中の点を取って、あそこにした昔のことを思い出すからやめてこのTチャンネルの日本エクストー